毎日ポジティブ。はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福田でございます。さあ今日のお話なんですけども、今日はですね、自分で機嫌を取るというですねお話をしたいと思います。自分がね不機嫌になってしまった時とか、機嫌が悪くなってしまった時、そういう時って皆さんどういう対処をしているでしょうか。顔にね出てしまう人もいると思います。不機嫌な状態でね、一日すごく嫌な気持ちで終わりにしてしまう人もいると思います。でも中にはね、自分が機嫌が悪い時に自分で機嫌を取れるようなストレス解消法っていうのを持ってる人がいらっしゃるんですね。昨日ですね、来てくださった、初めて来てくれた女性の方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方ですね、シングルマザーで、中1のね娘さんがいる方だったんですけど、やっぱりもうすごい中1のね娘さんっていうのはすごくですね、もういろいろ気持ち接するのがね難しいというか、やっぱりぶつかってしまうこともあったりとかして、やっぱりお互いがお互いすごくストレスをね抱えてしまうことが多いと。そういった時にそのお母さんはですね、少しの隙間の時間に、一人カラオケ打ってですね、とりあえず大きな声出して自分の大好きな歌を歌う、でそれで解消する、プラスお酒が大好きな方なので、まあ、飲みに行く、な中学ね1年生の子にはちゃんとお料と晩ご飯も作って、で、家の中もですね、きれいに掃除をした上で、家事も全部した上で、ちょっとね、娘との距離を取ることによって、まあ、娘さんもストレス少し解消になるし、まあ、自分も大好きなお酒が飲めて解消できる、カラオケとですねお酒を飲みに行くこと、これがですねその女性のストレスの解消のやり方と言ってました。まあ、こういうふうにね、自分の中で、ちょっと今すごくストレスが溜まってしまったなとか、ちょっと機嫌がすごく不機嫌な状態、気持ちが悪くなってしまったなっていった時に、あ、これとこれをすれば自分の中で、ストレス解消できて、すごくですねすっきりするっていう風な、自分のやり方っていうのを持ってるとですね、うまく自分の心をコントロールできると思うんですよ。僕はですね、どういったストレス解消をするのかといったら、僕の場合ですねすごく特殊で、このポジティブ居酒屋のお店を営業することがですね僕の中のストレス解消なんですよ。なぜかといったら、僕このお店一人で営業してるんで、このお店に来てくれるということは僕のことを好きだと思ってる人しか来ないんですよ。だって僕のことね嫌いな人がねわざわざ僕のお店に来てお金を落とすっておかしな話じゃないですか。僕のこと好きで、このお店のこと好きで、このお店に来る人が好きだから来るんですよ。そうするとこのお店に来てくださる方がいるってことが、まず僕の中ではものすごく満たされる自信になるんですよ。逆に言えばこのお店に来るお客さんがいなかったらすごく不安になってすごくストレスを抱えると思うんですけども、ありがたいことにね、このお店はですね、約8年間営業して一度もですねノーゲスというのがないので、まあ、そこが僕の中ではですねすごく満たされている部分だし、ここに来てくれる人がいるっていうことは僕のことを求めてくれる人がいて、このお店の存在がその人にとって、すごくもしかしたらストレスの解消の場になってくれてたりとか、楽しみの一つになってくれていたりとか、このお店でいろんな人を紹介して、でこのお店に来た人が喜んでくれることを、またそれを幸せに感じる人がいてくれたりとか、このお店があること、そしてお店で営業してお客様が来てくれるっていうことが僕の中では最大のねストレス解消につながってます。もちろんね昨日は非常に忙しくてですね、もう満席の状態が続いていたんですけど、もうそれもね本当にものすごく嬉しいことだし、来てくれるお客様が当たり前じゃなくてものすごい奇跡なことだと思ってるんで、その奇跡が今続いてると、いつその奇跡がね終わってしまうかわからない、だけども一日一日その日その日自分が出せるベストのことを尽くし続けていれば、なんとかねこの店というのはこれから先もノーゲスのない、この店に来て笑顔とか楽しみだったりとか幸せが増える、そういう存在になれるのかなと思うんで、僕のストレスの解消はこのお店を営業すること、これに尽きると思います。皆さんもねこれを聞いて何か自分の、ね、ストレスの解消とかあればぜひとも教えてください。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。